お手伝いいたしましょうか。唇が綺麗な人になりたいなって。お手伝いいたしましょうか。唇が綺麗な人になりたいなって。清野奈々さんです。よろしくお願いします。待ってます。これでじゃあ、いつかようやく渡辺圭介さんです。よろしくお願いします。素敵な時間でした。いや、なんかやっぱりこうね、もうテレビで見てた方にこうやったこともない化粧をするっていう、その緊張感、なんか初めて味わう緊張感みたいな、本当あの想像通りの素敵な柔らかい人柄で、本当何回も失敗したんですけど、本当良かったなって、温かい人でって思いましたね。はい、最初に見た時になんかスタイルが良すぎて、なんかびっくりしました。スーツのおかげですよ。いや、もうすごくかっこいい店員さんになられてて、あの初めてだったんですけど、なんか本当に気さくな方で、なんか初めてな感じもしなくて、撮影スムーズにすごく楽しい撮影になりました。いや、もうドキドキしちゃいますよね、本当に。はい、働きます。アルバイト資生堂さんで100点です。もう完璧だったんじゃないですかね。すごくね、素敵な笑顔だったので、あれはまあ多分清野さん的にも僕的にも100点、多分清野さんに聞いていただいても、はい、100点返ってくるんじゃないかなって。あのたまにまあちょっとリップとかあの位置がちょっとずれたりとかしてたんですけど、でも最後のそのドラマティックミストとかのそのかけ方とかもすごく優しさがあって、85点で。おい、だいぶ高めの甘めのやつ。、はい、内心32ぐらいです。すごく、はい、優しさを感じたので。優しい、今の言葉に優しさを感じました。はい、あのエンドロールのシーンでダンスを しながら、そうですよね、あの駆け巡ってるところがあるんですけど、はい、本当に心をもう全開放して、もうすごく気持ちよく踊ったので、そこを皆さんに見ていただきたいです。楽しみ。普段から、なるべく体を動かすようにしていて、まあ、ストレッチとか、あとアクションの作品に入っているときはなるべく軽い体を維持していたいので、ランニングを毎日したりとか、あとはその役に合わせて必要な筋肉があったらジムに通って筋トレをしたりとかしています。化粧をすることの素晴らしさといいますか、なんか割と今マスクが必需品になって、割とちょっとね、こう見える部分が限られてくると思うんですけど、そこで与える印象っていうのが割とね変わってくると思うので、ぜひ今一度ご検討してみてはいかがでしょうか。